第三代マールバラ公爵及び第五代サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーはイギリスの貴族、政治家、軍人。1729年に兄よりサンダーランド伯爵くらい、1733年に母方のおばよりマールバラ公爵位を継承した。第三代サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーとツマン・チャーチルの次男として生まれた。 1722年にイートン校を卒業した。第4代サンダーランド伯爵位を継いでいた兄ロバートが、このないまま亡くなったため、1729年に第5代サンダーランド伯爵となった。さらに1733年、母方のおばである第2代マールバラ公爵夫人、ヘンリエッタの死により、マールバラ公爵位も継承した。1738年には、 第38不評連隊の大佐となる。1743年に少将に昇進。1743年には、デッティンゲンの戦いに、この F 不評旅団の指揮官として参加し、かもなく、不可もなく、任務をこなした。正界では、保育党に所属し、1738年から1743年に、かけては、王室新室長官を務める。 1749年から1755年にかけては王室家政長官を務めた。1755年に王子少女と軍需長官に任じられ、7年戦争初期にヨーロッパ大陸で遠征軍を率いたが、遠征中の1758年にドイツにおいて赤痢で死亡した。釈位は息子のジョージが継承した。おいのジョンは、 オイック等の政治家として活動、後に、スペンサー伯爵家の祖となった、少年時代のチャールズ・スペンサー。ジョン・バンダーバンクがアズマは、第2代、トレバー男爵トマス・トレバーの娘エリザベスで、彼女との間に5人の子を設けた。ありがとうございます。